同じ夢を何度も見る。お待たせしました。3番ホームに見て見てこれ。やっぱ有料編成で参ります。何度も次は新百合ヶ丘に止まります。快速急行新宿行き発車をいたします。閉まるドアにご注意ください。ドアが閉まります。寂しくないよ。俺にそれの弾き方を教えてください。どういうのが聞きてえの？かっこいいの。お前さ、うちのバンドに入らない？真冬の話も聞きなよ。音楽はコミュニケーションだよ。何？ふん。はあ？ビシッとしろ。みんなのお兄ちゃんなんだろ。真冬。ユキのギター。ん？みんなが泣いたり笑ったりするのと同じように上手にできない。バッカじゃねえの！舐めてんのか！何にも考えてねえわけねえだろうが！表現するのが下手？俺がお前を誘ったのはな、お前の歌に俺の心が動かされたからだ！多分過去に決着つけねえと詩書けねえぞ。お前伝えたいの？それとも言葉にするのから逃げたいの？景色の中に君がいるんだ。どこに行っても君がいた匂いと景色があるんだ。君を許せない。俺を許せない。許したい。寂しいよ。ありがおい、勢い余って海に飛び込むなよ。お前、真冬。上野山くんが好きだよ。え？好きだよ。雨月は俺が初めて遭遇した天才だった。辛くなっちゃったから捨てるんだ、今のバンド。そうじゃない。
そんな話してないじゃん。お前も。お前、俺のこと好きなくせに逃げんの。何の話。なんで。なんで。もういいだろ。やめてよ。そんな顔しないでよ。辛そうな顔しないでよ。何なの、言ってよ。何でもしてあげるから。お前に言ってもどうにもならない。ごめん。俺って必要なくない？他の連中みたいに天才でも何でもないし、今日だって全然音合わなかった。惨めだ、消えたい。は？そりゃお前が今日ずっと下見て弾いてたからだろう。上向かねえとそりゃ音ずれるよ。前向かなくてもせめて俺の方をちゃんと見ろ。お前必要だって。俺結構ずっと言ってるよな。そいつとはもうほとんど終わってんだ。っていうかセフレ兼ヒモナだけで実質付き合ってもいない。相当昔に振られて、ただ俺が未だにブラブラぶら下がってるだけっつう。なんだそれ、その人のことめっちゃ好きじゃん。好きだったよ。でももう苦しい。秋彦、ここから出たい。ここから出て違う音楽をやってみたい。今までバイオリンに注いだものは嘘じゃない。なんだそれ、別れ話じゃねえか。何か一つ残らないかな。二度と元に戻らなくても、遠くにいても音楽だけは残ればいいのに。真冬の歌は魔法みたいだ。もう一度恋をしようと思わせてくれる。大丈夫、きっとどこへでも行けるから。